どうなんだ。ああ、そう、ここは何なのか。
さすが芸人、空気が読めないから、しっかりされたわけですね。さあ、その芸人という業界は空気が読めないと非常に大きな問題になりますが、もちろんこの OPG のフレオルタイガー選手、全く空気の読めないことではありません。そういうことから、その OPG を深くしたわけになりました。さあ、今度は OPG 所属選手同士の戦いになったわけになります。
第1試合は